いですね。寝たくても寝たくても寝られやしねえ。テンション上がりすぎちゃってダメだもん。次の前日なんて嬉しくって嬉しくって。おはようございます。ここ何川でしたっけ。宮川下。おはようございます。何川ですか。ここは宮川。はい、おはようございます。ナース TV です。今日は大物釣りですか。そうです。目標は何センチ。目標はまあ60、3メートル。60オーバー。了解しました。バッチリ取れますからね。まあ安心してください。まず測らないから。超不安なんですけど。この間ここのたまりで、うん、かけたの？あの連れの人がかけましたが取れませんでした。あー、じゃあいるのはいるんだね。うぐいだろ。まあ出てこなかったから何かって言われても1メーター級のうぐいでしょ。 OK、 いつ釣ってもいいよ。 OK、 かいな。で、現在ちょっと紐でルア投げてます。ナスです。今日はタックルトラウトのちょっと固めのやつですね。 6.6 フィートの竿、リールは2000で、大型がいるっていうんで流れもちょっと強いので今日はスプーンから始めてみたいと思います。はい、スプーンがね調子悪いんで反応なしです。今度はちょっとクランクタイプのミノーで行ってみたいと思います。はい、はい、ルアーロッドはここに置きついに餌釣りになってしまいました。ナスの 5.4 メートルじゃどうになるかはじゃございません。まあ、ウグイ釣りを頑張ってみたいと思います。ヤマメが釣れたらラッキーと。で、今日の仕掛けですね、天井が1メーターだけ、出てんじゃない、1号水中が 0.225 で、下50センチ、うん、50センチか70センチぐらいが PE の008ですね。で、ガンダムつけて、ヤマメ用の針です。これで行ってみたいと思います。はい、初ゲットはウグイちゃんでした。はい、大きいウグイが釣れました。大きいウグイが釣れたんですけど何かにかじられたような傷があります。ほら、ごく最近の傷ですね。まだ新しいです。でかいウグイができました。よし、じんさんが釣りました。
とになりますから。35センチだと暗くて分かんない。はい、イワナちゃんです。あれ、ここ池があるじゃん。これダム。あ、ダムか。うん、園庭だね。綺麗だね。モニター越しに見るとものすごく上流に来て、ダムいくつか越えてきました。おう、これはすごい。こういう、うおー、いやー、おい、これどうやって降りてくる。これ帰りどうすんだよ。おお、いやー、みんなタフネスですね。もう疲れた。はい、こんな感じの場所ですね。じゃあここで、ここでちょっと流してみます。はい、それではこのポイントで釣ってみたいと思います。そして後ろにはケン、ね、はい、一発一投目パニッシュでブラウン釣れました。結構綺麗ですよ。パニッシュの赤金ですね。一発でした。素晴らしいな。あ、ヤマメちゃん綺麗。あ、いや、あ、ブラウンもいますね。ごめんなさい。今ここでパナソニックが。パナソニックいましたか。パナソニックいましたね。パナソニックいましたか。結構綺麗だよね。綺麗ですね。の下のほら。あ、綺麗だ綺麗だ。へえへえ。あ。これなんか食べ頃サイズ。ジンさん釣りました。はい、ジンさんが釣ってます。おお、かかった。ナイスキャッチ。お、でかいでかい。はい、ジンさんかけました。イワナゲットです。 25、6 ぐらいは余裕でありますね。おお、いいですね。 1.0 徒歩、ちっちゃいニジマス釣れました。はい、1.0 徒歩、意外とちっちゃいイワナちゃんですね。イワナちゃん釣りました。はい、はい、はい、さよなら。はい、さよなら。はぁ、1.0 徒歩、またブラウン釣れませたブラウンで釣れませたあれ、ブラウン釣れました。はい、こんな綺麗なブラウン釣れました。いいですね。今度はパニッシュの鮎からでブラウン釣れました。金さんも大物狙って釣っております。釣れましたか。28銭のニジマスと、嘘、あと尺馬用。尺馬用？尺馬用。そんなのえんの？リターンで。でかくねえかそれ。本当だ、でかい。でかっ。なんだそれ。でっけえ、はい、もう。うわ、でっけえ。最初に言いますか、これ。あ、そう。
はい、次のポイントに来ました。はい、ウグイ君ゲットしました。よっしゃ、なんでもよし。はい、次はサイズアップしました。